まりますかね。大丈夫ですよ。さあこちらへ。江ノ島さんには僕と一緒に広報を担当してもらいたいと思っています。僕たちの仕事は多くの人に K1 と K1 選手の魅力を知ってもらうことです。強いし、かっこいいし、売れない役者よりいいか。すっごい考えだね、あんたって。木戸選手、この後メディカルチェック入ります。大丈夫、あんなに練習したんだから。何やってんの、どういうつもり。売れない役者だかなんだか知らないけど、あんた悔しかったらさ、勝負してみる。いつでも勝負してやるよ。決まり、リングに上げてあげる。最後ぐらいかっこいいとこ見せてよ。無理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 。役者なんだから一世一代の芝居見せてよ。俳優っていうのは人にあらずって感じだよ。別の耳になりきるのが本当の役者なんだよ。